日本テレビの三浦浅美アナウンサーが、今日一日、21時から22時54分まで、に放送される日本テレビ系。バラエティ番組、ザ・世界仰天ニュース日本。後輩、久野静香アナとの船仲説を一周する。スタジオの様子イコール日本テレビ提供三浦アナと久野アナは、意外にも、仰天ニュース、で初共演。 中井正宏から二人の中について質問が飛ぶと、三浦アナは、週刊誌によく、女性アナウンサー相関図、みたいなのがあって、真っ赤な嘘なん。ですけど、なぜか毎回、三浦バーサスヒサノ、って書かれるんですよ。と否定し、ヒサノ穴も、本当に、全く、とフォロー。しかし、中井は二人の不仲説をさらに煽り始めて笑いを誘う。 今夜の放送では他にも、話題のピアニスト、大井武志が初登場。その端正なルックスを中井は大絶賛する。トークでは、小福亭鶴瓶が愛犬について語っているところで、大井がまさかの返しをしてスタジオ騒然その独特なタイミングに、鶴瓶は、ピアノうまいか知らんけど、と突っ込む。また、大井が、 女性の雰囲気と男性の雰囲気を1分間に凝縮したメドレーと銘打った曲をスタジオで生演奏。その美しい音色に鶴瓶と中井も酔いしれる。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。